リベンジ版、令和のドラ。何ヶ月で、何回戦で損益分岐点ってあります初年がきついかなと思う。まあ、そもそも食費用のって、うん、何にかかるんですかね、うん、それが。ああ、そういうことですね。はいはいはい。えー、まあ。 加盟金みたいなもんす。加盟金、ね、oem、はい、作成費用。あははははまあ、あの詳細はシステム開発の費用になってまして、あ,はははあの電気通信事業総務省の管轄の中でえっと電気通信事業者になるんですね。はい、で、今回我々のサービスの場合は sim の速度とか、はい、料金とか品質コントロールとかいろいろしていかないといけなくてで、このままの中にパッケージングされているのはお客様の一番最初のきっかけになる。 LP から始まりまして、LP は登録動線、うんで、そこから顧客管理のシステムなるほどで、顧客管理システムから物流の流れと継続決済のシステム、まあ、このあたりが全部オールインワンパッケージになってまして、まあ、システム代として、初期費をいただいてけいると。月々何回戦、はい、もういきなり買うって感じで、それとも契約数においてもらえるんですか契約数によって。あ、うあ,あの初期投資さえかければ、はい、ランニング中になることはないないですあ<ー>コストは発生しないです。 でえっと、一般管理半管費の部分で、まあ、どこまで広告かけていくのかというところと、はい、バックオフィスの事務員さん何名配置するかというところが固定の支特に必要なんで今回させていただく予定をしているんですけれども例えば遠藤さんが今回のプロジェクトでモバイル用の会社を立ち上げられた場合にまれわれのでマスターのデータを持っていてこのデータと遠藤さんのところの実績を突合する作業で、まあ、事務員さん1名配置しようかとか。 まあそういったスケールの話ですね。問い合わせ先みたいな感じですか。問い合わせ先は全部我々で受けああそれ以外のバックオフィスですね。そうですそ事務経理作業みたいなこと。あ事務経理。だから人件費としてバックオフィス十万まあ僕のまあお手伝い役で十万でまあだい二十万ぐらいで人件費は見てるっていう感じ。あなるほど。二十万それ以上人件費かかんない。かかんないですね。うん。あとまあ企画とかは僕がやるんで。うん。今までこの YouTube チャンネルとのコラボレーションしたこういうシムってやられたことってあるんですか。ないです。ないですか。はい。買いました。 はい、これ、さっきの木下先生の質問に戻りますけど、はい、なんで僕は答えるんだかよく分かんないですけど、<laughs> 見てる感じはこれ、250から300回線ぐらいの契約で、うん、損益分岐超えるっていうイメージで合ってます、累計400回線のところで営業利益出てて、200回線のところではマイナスなんで、300ぐらいかなって勝手に予想してるんですけど、はい、そんなイメージであってます、はい、と、皆さん、300回線を超えると、損益分岐超えると。 いう感じで、なん、なんとなく営業利益率が15%ぐらいをいくのかなという感じなので、まあ300回線超えられるのこれっていうのが一つ依頼のポイントかなという気がしますが。めっちゃ滑って100っすね。この損益分岐で、これ300行けば営業利益黒になりますけど、はい、最初の。 の分っていうのはさておきてあ、イニシャルは。あ<ー>、<う>リクープするかどうか。そあ、それはそ<う>はい。さておきです。さておき。はい、もうこの単体事業で回り始めるのは300回戦ぐらいあればいくよいうです、ね、そうそうそうですね。まあ1.5年ぐらいで回収のイメージっうで、ね、そうするとその部分っていうのはもう <laughs> 遠藤さんが頑張るよねっていう話ま。まあそれはまあもうまあ。 一個事業失敗したみたいなもんですけど、うん。まあまあまあ、ただ遠藤さんの人件費入ってないですよね。まあね。僕もう人件費はい入ってないですね、うん。入ってないですよね。まあ、まあ、ほら、利益だからって話なんですけど。三百回線くらいは最低でも、まあ、四百回線は最低でも取りたいってところですよね。まあ、まあ、そうですね。四百回線って相当ハードル高くないですか。寝てても百はいくと思ってて。 100は何、はい、かいくと思うんですけど100以上っていうそのなんかここにさっき事例のしてるのが600回線いったみたいな感じで事例のしてるんで多分相当いい事例が600回線だと思うんですけど400回線って相当ハードル高いと思うんですけどどうですか、ね、うんまあ僕もそそこの事業やってきた実績がないんで何とも言えないですけど、うん、あのまあそれこそ <laughs> 掘ってても100はいくと。 いう計算でまあ他こう皆さんのお力を借りて頑張っていけば500がいけるだろうっていう計算をしてますどういう計算ですかどういうや感覚ですなんか意外とやっぱり意外ときついのはわかるなんか2代目だったらわかるんですよ2代目だったらあの私だったらですね2代目だったらあ持ってもいいかなと1代目はさすがにいろいろね いいいきなななり携帯っても命みたいなもんじゃないですかそれを変えるっていうのがちょっと勇気がいるなって感じがするんですけどうん、うんまあ、それはまあ前回も言われたんですけど、うん、まあだからまあこの数字見ればいけんのかなっていう感覚にもなりますし例えばフランチャイズ本部とかは人のお金でやってもらうじゃないですかそれはちょっとあんまうまくいかなかったんですけど自分がやったものに関してすべったもの一回もないです。うーんうん そうなんだ。でもこれはずっと店舗しかやってきてないんですよ。でもこれも人にやってもらってるようなもんじゃないそんなことない。だから僕の足を使って、どこまでをそういうか分かんないですけど、自分の店に切って。なるほど。そういうことね。そういうことですね。ちょっと楽観的に考えると、株式会社モノリスジャパン取締役社長鈴木孝一。 青春時代現場仕事などを経てたどり着いた広告業界でコピーライターとして覚醒一元の発想力言語化能力を武器に打ち出す広報戦略 DX 化を見据えた新たな形のクリエイティブ事例は数知れず初代司祭、岩井義明の最後の参謀が話す論理の銃弾に今宵誰が撃ち抜かれるのか ちょっと楽観的に考えるとその400って数字がすごく難しいかというと、まあ、ここに書いてある MNO っていう三大キャリアが8割いるですよねうちでもうすでに3,300円っていうこのお財布を開いていただいている方がオンラインサロンに850名いるんで、まあ、そのうちの8割の方がその MNO だったって場合で置いたらそこのサロン会員の方々に僕本当にこのプランで損した気分だったりとかなんかそういうのは今の 方々にさせたくないんですけれども、実際使っている携帯の8割が M N O になっていて、その人たちにリプレイスしてくださいねっていうことは、一番こう働きかけるとしてはいいのかなと。はい、その人たちの8割がリプレイスしてくれれば、まあ単純検査で6600人ぐらいが集まる可能性は秘めているっていうのはちょっと思ったところかな、まあ。ただこれ無制限じゃないっていうのが私二重何ですけ、ギ,ギガ二、はい、そんなの使えないですよね。どうですか。 通常ドコモだったらもう無制限プランにしてるんでそれを今更制限があるプランになんてとても変えれないみたいな感じがあるんですけどあもちろんだからその今の計算がそれで成り立たないと思うんですよねその8割の人っていう。 でも20ギガって結構ありますよ。うん。なるほど、なるほど。俺が答えてもしょうがないすみません。僕は20ギガ少ないと思います。少ない少なっちゃ20ギガだったらも。ほんとすぐですよね、20ギガだったら。だって令和のトランジャ見るのやめろってことですよ結構う、なくなる気がしますア Wi-Fi あるとこで見れ見るのやめろって、外では。僕は20ギガなんですよ。全然大丈夫ですよ。全然大丈夫。全然ダメですよ。ほん人によると思いますよ。ほんに。20ギガで全然済む人もいる。30までいけるんでしたっけ ワンちゃん、まあはい作ることは、三十頑張ってくれるかもしれないんで、同じじゃ今同じかもしれない。多分二十でも三十二十で、そうですよね。制限じゃなきゃダメ。ちなみにこの二十ギガを超えた二十ギガの契約で二十ギガを超えたら追加料金でえっと使えるんですか？でその場合に二十ギガ実際に超えて追加料金払う人ってどのぐらいいます？それで大体わかると。めちゃくちゃ少ないですね。弊社の顧客の中にも分布の中で一番大きい七十パーセントが二十ギガプラン。 残りの30%は50ギガとか3ギガとかでこう分かれてしまうんですね、うん、その70%の20ギガプランの中で実際20ギガを超えて追加料金を払う人が何パーぐらいいます、はい、全体ボリュームに対する10%でお答えしましたので、はい、全顧客のうちの10%がギガ追加してます。 20ギガプランの人が何人いるんですか。と考えると、もうちょっと多いですね、おそらく50ギガがの人でギガ追加する人、ほとんどいないと思うので、7割なんで、まあ、15%ぐらいになってるかもしれないですね。そ,その20ギガの方で、まあ、超えた方が、その1ギガずつ増やすことができるんですかそうです、0.5ギガずつ増やす。 え増やすといくらになるんですか。えっとこれも事業者様ごとで金額を分けていらっしゃいますが、弊社の場合は500円1000円にしてます。0.5ギガで500円、1>, 1, ギ円1ギガで1000円です、うんうん。これ超えると止まるんですか。遅くなるんですよ。遅く遅く,遅くなる遅くなるところですね。はい、非常に遅くなるんそうですよね。よね非常に遅くなるた。ただねそもそもファンクラブに3000円くらいでしたっけ。3,300円3 3 0円で、はい、さらにこれで3000円で6000円をファンの人たちに支払わせるのってどう思います。 そのファンの人たちからお金を巻き上げるみたいなビジネスがやっだ、はい、巻き上げてなくないですか別に携帯代安くなるでファンクラブもっと安いやつあるんですもんね要はまあ言うてもそんな変わないないですか1000円変わる2000円変わるって話じゃないじゃないですか500円くらい変わるんですかうんマックスそれぐらいじゃないですかねああなるほどだから結構安いんですねはいだからサービスとしては他のあんまそこは変わんないかなみたいなはいはいま<は>あでもそこは井口さんあのー、対象者がどれだけいるかはありますけどえっと同じぐらいの 金額のに入ってて、あ令和の虎のモバイルが出るんだったら、せっかくだから、それに変えようっていうことであれば。まあ同じ値段であれば、ね。そうそう、ぐらいであれば、そんなになんか負担巻き上げてる感はないのかなと思います、ね。同じ値段であれば。はい。まあ、それは同じ値段だってことなんですね。<laughs> はい、大体同じ値段。はい。そもそも、令和の虎のオーナーさんに行くよりも、茂木さんのところの。家政婦さんにお修理するとか、ズッキーさんのところの業担全部変えてくださいとか。B2B で営業した方が。 あ、あまその辺もか考えてはいますはい力技で、はいはい、その辺は考えてはいますでも井口さんと「シャイアン、はい、お願いします」みたいな B2B <laughs> にするとねこれ実はちょっと高いんですよ。<い>そうなんです、うん、あのもううちとかもっと安いの使ってるんで1円ぐらいっすよねそうなんです、うん、だからそう考えると B2B だと厳しいはいこんだけしか伸びないんだってなった時にその辺は僕はもう頑張って足で。 稼ぐしかねえなと遠藤さんのね、はいはい、今までの信頼と信用の切り売ですよねで営業するしかねえなとは思ってますねそ,その信頼と信用がどのぐらい積み上がってるかでしょうね <laughs> 寝なさそうやな <laughs> <laughs> た,だただですねやっぱりこんな OEM なんで本体がやったほが安いに決まってるんですよ<ー>、うん、それはやっぱりきっかかりますよねだって本体があればいいじゃないですかそれを令和の虎の、まあ、知名度を使ってやるんですけどそれにしちゃ 得点得点が弱すぎると思うんですよねなんかこれ結構得点がある一定の人に対する得点ですもんねなんかその結構得点を盛りだくさんにしようかなと思ったんですけど,なるほど 言うても3000円の品物ですよ。それに対して結構あれやこれやってつけるのもちょっとやりすぎかなっていうのも思ったりとか。だからファンクラブの3600円でしたっけぐらいが一番ちょうどいいのかなと思います。まあそれをベースにおいて毎月毎月何かこうプラスアルファでやってあげればいいかな。まあ面白くはなるかなとは思ってるんですけど。なんか こう僕比較的令和のトライが強い方たちを並べたつもりなんですね。なんで、まあ、好意的に受け取ってもらえるかなと思ったんですけど、まあ、じゃ若干今井口さん中心に厳しい意見も多い中一番そういう意味ではちょっと久しぶりの復帰をされている木下先生の意識聞きたいんですけど。応援はしたいっていう気持ちはすごくある、はい、けど回線数がやっぱりすごく信憑性が今のところまだなくて。うん 500いけっかなっていうのが本当にいけるのかなっていう、うんうん、さっき江口さんおっしゃったみたいに得点で分かりやすい得点1個か2個で僕はいいのかなと思ってるんですけど令和のトラモバイル持ってるよっていうのって外かからこれってあくまで俺令和のトラ,トラモバイルでやってんだよっていうのは自分の中で思ってるだけですよね。はい 令和の虎にコミットしたい、人だったら、はい、まあ、そこは多分あるとは思うんですけど。はい、っ持ってるよってお、なんかわかるメリットはあるんですか。いや、なんか、あのいや、令和の虎大好きでしょみたいな。そう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 。まあ、でも、ゆくゆくは、この事業がうまくいけば、うん、端末も作りたいと思います。この先に。あ<ー>それは、一応、確定はしてます。まあ、うまくいけば話あ、そこいけばね、はい、端末って、何ですか。 今回じゃないですかなくてモバイルみたいなことです、うん、えそれがなんか柄とかが令和の虎みたいになってるんですかでまあそれもできますし <laughs> えっとまあなんか簡単に <laughs> あでも今見てパッと見て分かるかっていうところでいくと令和の虎モバイルのラッピングをこうう社長のラッピングなのか <laughs> こうブランドロゴなのか分かんないですけど、まあ、そういうラッピングはすることができます これなかなか難しいなと思うのは株式会社アドヨス代表高澤祐樹、イスラエルの大学院で学んだ後広告業を主軸にビジネス展開一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つモットーは責任ある自由人誰にも縛られない発想でタイガーファンディングにパラダイムシフトを起こすこれなかなか難しいなと思うのは令和の虎ってやっぱり僕ら大好きだし すごくこう、なんか広げたいなって思う気持ちって、みんなあると思うんですよね。うん、でも、例えばこう、シマヤンとかもたまに言うんですけど。うん、令和の虎にこう、あまりに寄り添ったようなビジネスって、あまりうまくいかないんじゃないかみたいな。例えば、トマハッピーも。プレゼンバトルとか作ったんですよね。令和の虎の社長さんたちの、うん。カードゲーム作、ね、てみたいな。はい、カードゲームを作るみたいな。うん デジタルのここととなかなかか難しいんですよ売るところがうん、うん、やっぱり令和の虎だけでこう売っていくっていうのがうん、うん、それを垣間見てると好き,な好きだしそのこのコミュニティが大好きだから寄り添いたいんだけどサロンの人たちがそこにこう熱い気持ちをそこまで持ってくれてるかとか、うん、現実と我々のこうみなぎる感情っていうのが あのやっっっぱりちょっとち少しこう差があるののかなっていうのはまあでも別にトモ・ハッピーさんもそのカードを作ってレアントラをより認知を広げるっていう意味では別に売れてなくてもまあ別にそれはいいことじゃないですかみんながそういうのを作っていくっていうことは。で僕もその感覚ですしあとはまあ損益分岐ぐらいはまあそのあの〇〇さんの実績見て別にそこは達成するだろうって思ってるから。うん まあ、という感じですね別にカードはカードでいいと思うし携帯は携帯で存在してもいいと思いますしこれさっきご説明でいた特典のいくつかあったと思うんですけど基本この辺りはもうその条件みたいなものっていうのはまあクリアされてるっていう前提でいいんですかねその結構モノリスさんのなんていうか判断もでかいし、うん、林小紋の判断とか、うん、まあその辺りは。 その得点としてここで希望としてこう書かれてるのが分かるんですけどその辺りはえじゃあちょっとやめようかなとかなんて言うんでしょうねそのコミットメント具合はあまあ物石さんとはまあ軽くはねこれがオールになってもう一回再度あの打ち合わせしましょうとはなってるんですけど、まあ、基本的にはいいよっていうふうにはおっしゃっていただいているというか、うん、だからファンクラブメインで打っていきたいしまあ お力借りる感じですけど、マ、まあ、レアントラチャンネルを使ってまあ宣伝していただけるみたいな。ここは高澤さん的にはこの特典があるんだったら出してもいいけど、この特典が決まらないんだったら出さないよみたいなのがある感じですか。そうですね。やっぱり僕サロン大好きなんで、はい、なんか一じゃあサロンメンバーだとしたら、それであ携帯その SIM 使ってるもしくは SIM に興味あるんだけど。 どうしようかなと思ったときに。やっぱりすごく魅力的なんですよ。ここで書かれてるの。のだから、これがもう本当にこういうその得点が。実際もらえるんだったら、僕はすごくいいなって思ってる。ありがとうございます。いい、いらしいじゃあ。あ、よ。<laughs> よかった。<laughs> 逆に、あの、皆さん、こう、最後のボードの時に、この。 特典は必ずつけてねみたいなことを条件にするってのはあるかもしれませんね、はい、これが達成できるんだったら出すよみたいなのはあるかもしれません先にオンラインサロン内でマーケティングするべきでしたよね株式会社ビートルス 3CEO さまざまな業種の経験を生かし企業の業務改善コンサルティング事業立ち上げ支援システム運用支援などいろいろな業務をこなす東京新宿に居城を構え着々と事業拡大を進めるザ事業の可能性を鍵出すためトラとなる志願者はこのトラを手助けられるのか 先にオンラインサロン内でマーケティングするべきでしたよね。入りますかってやりたかったですよね。本来はね。そう。だからそうしたら結構データ生地化するんじゃないかな。あ確かにそうです。そうですね。<う>確かにこのね格安 s i のシェアが13.8ってやつも怪しいもんですからね。うん、<laughs> 怪しいもん,んですか。だってあの企,企業を入れちゃったら。 あそうですよねだってうちだって何回線契約してるか分かんないですよそんなのかかだからまあそれでどんくらい本当に需要があるかだって普通家族プランとかでは入ってますよね、うん、<laughs> うちとかだってだから一人だけ格安回線買いますとか家の中でできませんしね、うんうん、なんかだからどういう人がターゲットなのかっていうのがちょっといまいち見えてないで、ね、本当のターゲットが、うんうん、独身 <laughs> ああそこまでってことですね、はい、本当にそういう格安シーム使ってる人がなんか身の回りにどのくらいいてその人たちがどういう人なのかって属性が分かれば、うん、あこういう人なんだなと思ってその人にこういう特典があるといいなっていう感じはするんですけど、うん、オンラインサロンの人って独身が多いんですかいや、まあ、<laughs> 独身とは限らないですねで経営者が多分6割7割ぐらいですあ、うん、だいたい今 結婚率の高いような気がしまする。まあまあ、でもそうすると、経営者だったら二代目持ちっていう可能性。経営者の方が、まあ、会社で使ってくれるとかは、結構想定してます。し会社用の携帯でもう一台持ってほしいっていう。まあ、それはあるかもしれない。オーなったら、先にね、アンケート取ってみましょうか。なったらですけど。アンケート、はい、お願いします。マスキングのアンケート取ってみましょうか。遠藤さんって、当然格安シム使われてるんですよね。当然使ってないですね。 <laughs> <laughs> えそれ使ってない理由は使ってない理由は、えっと、はい、なんだろうな。<laughs> あ<の> <laughs> <laughs> 20ギガじゃ足りないですほら <laughs>、どちな,んな、<laughs> <laughs> まあでも2台目だったら、まあ。まあ、使ってもいいですけど、使おうと思ったことないですね、まだ。はい。まあ、2代目だったら二、ね、2>, 2代目だったら全然いいし、僕の会社も別にこれでスマホ使えますし、これでやってっていうのも別にそれでもいいですし。 逆にズッキーさん、こう、一番近しいというか、はい、まあ、岩井さんの思いっておっしゃってましたけど、はい、遠藤さんが。岩井さんの思いを一番受け継いだものとしては、喜んでくれますかね、岩井さんは。このプランは。うん。多分、分からんって言うと思いますね。あ <laughs> <laughs> <も>あ。分からんというのは、シムという概念が分からんと。そうそうそう。まあ、いいもんだったらお願いって言って。<laughs> でも僕が思ってたのは、やっぱり、 まあ今さっき言ってたトマピーさんがカードとか今林さんが経営塾っていうのってまあトマピーさんも林さんもずっとレギュラーでやってきてくれてレイワン・トラアイが熱いってことも彼は分かっていましたしそれがカードとか塾とかって形に落し込んでいくのは分かったんですけど遠藤社長がそこまでレイワン・トラアイを持っていてくれたんだってことはちょっと僕としては驚いているっていうのとそれの事業の投資込みが SIM であるってことがなんかちょっとこう親和性っていう部分においては。 トマピーさんとかハヤさんとちょっと若干違うのかなって思っているっていうのがなんか多分感覚としてはありますね。最初におっしゃってた質問と、はい、はい、うことですね。はい、すねなるほど。わかりました、うん。まあそうですね。はい。まあ令和とらイいももちろんありますし、それをまあ岩井さんに本当にお世話になったなっていう感覚が大きいですね。うん、僕の人生においてっていう。でまあ形に残るもの何かっていうので、まあファンクラブをやっぱ一番もっと増やしたいなっていう思いもありますし。 まあそれを携帯っていう、まあシムっていう形で、まあいろんな、また違う角度から、まあ、リーチできたらいいなって思ってるっていう感じです。平和のトライを確かめたいんですけど、一番好きな志願者誰ですか一番好きな志願者、誰だろうな。あ、井さんじゃないですか。出てますからね。あ、大井宮崎。はいね、ああ、なるほどなるほど。<laughs> おもろかったのは。はい、面白いですね。はい。はい 僕が知り合いを教えてたんで普通におもろかったなっていう結構いい回に当たってるんですよねおといくんとか青井目さんとかあと大振りくんとか出てておといくんもおもろいですね収録時間3時間ぐらいのそうそうなんですね止めないと村上さんからどんどん出てきますよ <laughs> 調べてきました、ね、<laughs> はい。では、時間が来ましたので、遠藤さん、最後に一言お願いします。ラストステートメントです。はい。えー、まずは、えっ、ー、と、茂木さん、えっ、ー、と、最終回に呼んでいただき、ありがとうございました。えー、そうですね。<coughs> えー、まあ、本当に、あの、岩井さんに恩を返したいっていう思いで、あの、この事業をやりたいですし、うん。まあ、この事業を成功して、もっとこう、 携帯端末まで作ってこうもっと盛り上げていきたいなってい思いも本当にありますし虎版にも出させていただいて僕のケツがれて機合も入りましたし絶対にこう成功させるんで、えー、出してくださいお願いします心の奥に秘めるこれまで語られなかった遠藤の思いその熱い言葉を受け止め虎たちの心が揺れ動く 遠藤のリベンジ果たしていかなる未来を引き寄せるカジ事代行はフィリピン人のピナイ詳しくは概要欄からそれでは皆さんボード2枚ありますので1枚目にマックス100万円までの金額をお書きください条件がある場合はそこに書いてくださいそれからもう1枚にはマイナス1点から3点までのプレゼン点数のジャッジを書いてくださいではファイナルジャッジメントタイムです それではただいまより最終決断に入ります。一枠井口社長お願いします。マ、はい、ッシングだと思いきや二十万。ありがとうございます。<laughs> 担当分。はい。えー、っとですね。ああ、条件は遠藤さんが七割入ってくださいってさっきおっしゃってたんで。七、はい、割入っていただくということですね。で、はい。内容は。やっぱちょっと詰めが数字的な爪が、その O. E. M. 会社に頼りきりっていうところが嫌ですし。私だったら O. E. M. 会社絶対に呼ばない。 全部自分で把握してから言いますな,、はい、でなんですけどこれちょっと今後の志願者の人もあ,のあれなんでお金が出すかというとリターン計画が死ぬほどいいんですね。半年<で>として出資金を書いて1年以内に出<ー><に>資金を,てに資金を倍額却す,です、はい、こういう,資もうリターン計画があるとやっぱ本気度が伝わってくるんでもう内容はよく分かんないですけどそのリターン計画に20でも本当にいいと思いますそのリターン計画確かに年利100%ってことでよねやっぱりそういうのが本気度に伝わると思います。はい ありがとうございます。では、二枠村上社長お願いします。はい、私は四十万円です。ありがとうございます。五分の二。井口さんがきっと僕ゼロって書くと思ったんで。二人分書かなきゃいけないなっていう。なるほど。感じで。いや、本当ありがとうございます。はちょっと一回オンラインサロンで。さっき井口さんがおっしゃったように、どういう属性があですか。まリサーチした方がいいと思うんですよね。今後。それはちょっと僕で。許可もらったら。どはい。やりますんで。はい。それから、何かおごってください。よろしくお願いします。はい。 以上です。はい、ありがとうございます。では3、三枠鈴木社長お願いします。はい。えー、私は三十万円です。ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、まあ、理由としては、まあ、皆さんで。お金が出たら、僕も形にしたいなというふうに思っていたっていう。プラスですね。やっぱり、このいわゆの思いだったりとか。前、ま、の、あ、社長が。まあ、虎であるにもかかわらず、この虎番に出て、かつ。 リベンジ版に臨むっていうこの勇気は素晴らしくあの評価したいなと思ったんでまあ5分割してプラスオンちょっとのっけたいなというふうに思って前にしました。で,で僕も、まあ、村上さん近いんですけどもオンラインサーンの説明会やってほしいなと思っていてやっぱり遠藤さんがどのぐらい見入れてくれるんだろうというのがすごく気になっていて、はいはい、やっぱり遠藤さんの口で。 オンラインサロンで、まあ、あの、ズームだったりとかそういうな、あの、皆さん集まれる場所とか用意して、そこの中で、マインドさんの口でちゃんとこう、魅力を伝えて、はい、そこの中で僕らもその反響をちゃんと見た上で、あの、ちゃんと責任を持ってお勧めできるものであれば、はい、広めるのは一緒に手伝わせていただきたいなというふうに思いました。わ、はいはい、かりました。ありがとうございではます。じゃあ、村上社長のと似たような状況ですね。感じ、うん、ですね。はい。わ、はい、かりました。えー、ここまで3枠まで終わって90万まで積まれております。はい。えー、もう少しでオールになりますが、 どううでししょうか4枠木下先生お願いします <laughs> いえー、っと僕20万円で、えー、っと最初の部分は回収後回しっていう前提でっていう多分それの話はあったんで <laughs> ん最初のっと、はい、自己資金の部分あったじゃないですか、はい、あれ入れたら回収できないので、はい、多分それを前提でということで、はいえー、20万です。こんなにレトロ好きでした <laughs> あんまもうねあの出さないタイプじゃないだからなんかあれっていうちょっと意外感が、うん、とてもとてもあ,ったなんかあんま貢献してる感じじゃないかもしれないですけど、うん、なんかあのかけ声ポーカーで一回こう休んだ時に、うん、めっちゃ戻りたいなと思って途中から、うん、やっぱ俺好きなんだねそこで再確認したって感じですかねはい,いや好きですよそのまあ持て <laughs> そのマニアックな質問くると厳しいですけれども <laughs> はい。 なんで、あのー、その意外さっていうこととあとまあ確かにリターンもいいあと覚悟もいっぱい見えたはいありがとうございます頑張ってください頑張りますはい、はい、えー、木下先生から20万ということで110万円積み上がりましたえー、まずは完全俺ですありがとうございますありがとうございます、はい、ではえー、引き続き5枠高沢社長よろしくお願いしますははい僕は 百万円。<ー>条件なしです。<laughs> はい。なるほど。素晴らしい。すごいの出ましたね。皆さん。もう。<laughs> 遠藤さんって不器用な人なんですよ。やっぱりね。エバの虎好きだけど。なかなかそれを。なんか僕らみたいに。いや、サロン好きだよね。いいよねって。こう直接言えない人なんだろうなって僕は思ってて。でもやっぱりその愛をね。感じるんですよ。<laughs> うん。これを広げて、また、岩井さん、やったよってみんなで言いたいはいお願いしますありがとうございます。それでは、えー、序盤のね、ちょっと劣勢から打って変わって、なんと210万まで積み上がりました。うん、はい、遠藤さん。はいはい。はい ええ何でしたっけこれ、毎回合わせじゃん。エクシードです。いいよ、これ。愛がない、愛が。これ、マジや。見てますのトライ。本当に頼みますよ。カレーです。はい。え無事、エクシード。はい。ということでですね、え遠藤さんの方に選択権が移ります。はい。なので、えー、ね。そうですね。泣いてるところ大変恐縮ですが、選んでいただきたいと。はい。いかがしましょうか。 え、選ぶってことですよね。はい。じゃあ、高沢さん一人で。おえ、嘘です、嘘です。嘘なん嘘なんだ。え、均等に。皆さん本当に協力していただきたいんで、え、均等に出していただきたいわかりました。では、えっと、ちょっとわかりにくいんですけど、210万出てるんで、皆さん半額ずつにしていただいて、10、20、で、すいません、とりあえず10、で、10、で、50。でよろしいでしょうか。はい。はい。 ということで、えー、無事100万となりました。改めておめでとうございます。はい。えー、では、最後に、遠藤さんより、えー、本日の感想をよろしくお願いいたします。はい。えー、点数だそうなんですかあ,あ、点数ね。はい。はい、<laughs> ごめんなさい。はい。じゃあ、皆さん、<laughs> あのー、<laughs> 最後のら最後までやるかな俺すいません本当に <laughs>、えー、では皆さん引き続き点数ボードを一斉に上げていただけますでしょうか、はい、マイナス1あ点1点ですこれ210万いったと思えない <laughs> プレゼン点数低いですけど大丈夫ですかこれ計2点 2> <laughs>、はい、ひどい <laughs> これ代表してマイナス1点の井口さんに聞きたい <laughs> まずはい やっぱり数字関係、ロジカル関係が弱すぎて、やっぱり読んできたことによって、そこは頼ればいいっていう準備のなさが出てしまっている。はい、やっぱりそこは頼らずに自分で全部調べてきて欲しかったっていうところと、あとやっぱりそこに立って、虎が立ってそこにプレゼンするときはユーモアが欲しいです。はい、ずっと真面目なんで、やっぱりみんな盛り上げるユーモアがあって、視聴回数のことも気にして欲しかったです。マイナス1です。ですね。はい、はい。以上です。はい。ということで、えー、じゃあ皆さんはね、あとは、

はい、頑張っていきましょう。はい。では、えー、最後に遠藤さん、えー、本日の感想をお願いします。はい、本当に皆さんありがとうございます。<laughs> あの百万取るのこんな難しいんだなって思いました。本当あの視願者であの来られている方はすごいなって改めて尊敬しましたし、はいあの出してもらった以上。<laughs> 本気で頑張りますんで、ご協力よろしくお願いします。はい。えー、ということで、改めまして、オール、おめでとうございます。令和の虎モバイルを提案。再び激論へと挑む虎エンドその結果は、見事、エクシード、完全オールで終幕。 リベンジ版「令和の虎ラスト」を飾る再挑戦遠藤が生み出す新たなビジネスはいかなる未来を切り開くのか物語の行方は続報を待ってはいということで完全オール。 あありりががとととうううごごござざざいいいまままますすす本当にすいません最後の遠藤さんの涙がね <laughs> みんなグッときちゃってるんじゃないかなとちょっともう皆さん見てから流れると思うんで <laughs>、うん、最後まで見てください <laughs> 遠藤さんがめっちゃ泣いてますでもねあした放送の最後にこれ流れる <laughs> はい、はい、まず、あ、せっかくなんであの先行予約をの受付しようかなと思ってまして「はい、令和のトラモバイル、はい、20ギガ5分かけ放題3000円税込み」 で,最初はでもまあ携帯代が基本1万いくらとか2万いくらとか3000円になりますから3000円はないですねなかなかはい、はい、でプラスあの、はい、レイワントラ関連の特典を毎月更新して僕がこう面白くこのレイワントラモバイルを契約してくれた方が面白くなるように考えていくんでちなみにその面白い特典っていうのは何考えてるんですか <laughs> とりあえず仮で、初月は、令和の虎ファンクラブが初月無料っていう特典をつけようかなと。3300円が無料そうです、初月だけね。リリース時には、それでいこうと。で、ほかは、例えば、令和の虎経営塾のなんか1万割引とか、そういう感じですね。で、あとは、虎の皆さんと触れ合える機会も作っていけたらいいなと思ってるんで、盛り上げます、頑張ります。この前、僕、経営塾も参加したんですけど、かなり大人数で。 そうです,ね、すごい予想以上に軽塾も宣伝をちょっとした方がいいかなと思ったんですけど、はい、まあ太田さんの講義なんですけど二大勤社長の佐々木さんトモハッピーさんもちろん遠藤さん、うん、あと野口,野口さん TBTS、はい、の野口さんと、はい、あとなでしこ社の田中さんいらっしゃって。はい まあかなりなんか飲み会もね、みんな盛り上がって、次回、三浦会長なんで、三浦会長ですね。はい。なんで、めっちゃ面白しろいとこですよ。で、終わってからみんなで飲み会してね、行きたい人は林さんとキャバクラに。いや、ちょっと、ちょっと、何を話しているかわかんないんですけど。はいという感じで、まあえっとリリースはえっと二か月後ぐらいになりますか、令和のトラモバイル。はいえまあ先行予約申し込み受付中ということで、こちらにあのホームの方う貼ってますので、受付よろしく、申し込みよろしくお願いします。はい。はいで、あのなんとですね、 この先行役で申し込んでいただいた方にはあの2か月間回線無料というおますごい、はい、でこれが本契約ではないので普通に気軽に申し込んでください、はい、でその後リリースが決まったタイミングで申し込んでくださった皆様に、はい、あの後日またご説明させていただきますので、はい、詳細はあ<の>はいあの特典は、えっと、仮申し込みしから有効なんですか そうですね基本的には先行予約で申し込んでいただいた方にはもう皆さんファンクラブの内容のコンテンツが見れるのと例えば経営塾ははままだあれですよ。初回はもうあのファンクラブが初月無料という特典だけですそれよりもそのか回線が2ヶ月は無料で使っていた<の>だける まあでもあの、はい、携帯はなんか分かんないですけど普通のプランだと1万円以上しますんで、はい、3000円になるとやっぱかなりお得かありますよねまあそうですね、はいまあ、お得にあなると思います税抜きじゃなくて込み税, <laughs> 税込,さんです込み3はい3000円はめっちゃくちゃ安いと思います、はい、携帯代をみんな安くしよう そうですね今本体高いですからそうですね物価の上昇もあるんでねこういうところで削っていかないとね多分ね生活がね皆さん苦しくなっちゃうと思うんで課金サービスも多いじゃないですかここでこう下げてね携帯を下げてゲームとかもねすごいですよね今ね本体もね iPhone 買ったら20万とか超えちゃいますから30万パソコンですよねパソコン以上そうですねせめて3000円でね使える携帯お得なんでそんな感じでぜひ皆さんはいお買い物 よ,よろしくお願いします。